それではアマンディ太鼓の演奏をお聴きいただきたいと思います。どうぞご準備をお願いいたします。それでは雪田小学校アマンディ太鼓の皆さんの演奏をお聴きください。どうぞ。
ープニングにふさわしい力強い太鼓の演奏でした。セッタ小学校アマンディ太鼓の皆さん、ありがとうございました。それでは児童の皆さんにお話を少し伺ってみたいと思います。今日は演奏ありがとうございました。それではお名前を教えてもらってもいいですか。お名前教えてください。5年の時田優良です。6年の藤田美奈です。6年の浜崎倉之助です。5年の浅井翔斗です。今日は5年生と6年生の児童の皆さん10名で演奏をしてくださいました。さあ今日演奏してみてどうでしたか。緊張しましたか。緊張しました。緊張しましたね。でもとってもかっこよかったです。こうみんなで演奏するのでどんなところが太鼓の演奏って難しいですか。太鼓の演奏楽しいですか。はい、楽しいですね。練習は普段どのくらいしているのかな。月に2、3回ぐらいです。月に2、3回ぐらい総合的な学習の時間に練習しているんですよね。で休み時間とかも練習したりしてるんですか。はい、昼休みとか。はい、すごいですね。やっぱり楽しいですか。はい、楽しいですね。いいですね。今度は近々またこうやってたくさんの人たちの前で演奏する機会が予定されていますか。はい、何月にするのかな。11月ぐらい。11月ぐらい。じゃあもうすぐですね。はい、はい、じゃあ聞いてみましょう。友達にも聞いてみますね。5年生でしたね。他にも3年生、4年生のお友達も練習、一緒に練習していると聞きました。じゃあ5年生、6年生のみんなが低学年のお友達に練習を教えてあげるんですか。はい。みんなこう見ない、こう周りを見ないでこう叩いて揃っててすごいなと思ったんですけど、やっぱりこうなんかこうリズム感の練習でどうやったら身につくのか教えてほしいです。なんかこう見ない、こう周りを見なくてどんどんこう目線がこう下に向きながらもみんなが揃っててすごいなって感じたんですけど、なんかこうどんなことに気をつけて練習してたり演奏してるのかとても教えてほしいなと思ったんですけど、なんか普段練習の時に意識していることってありますか。速さを意識して、速さを意識して。でも、ね、一人だけ速くなったり遅くなったりしたらね、大変だもんね。でもとてもかっこよかったです。皆さん、セッタ小学校アマンディ太鼓の皆さん、本日は本当にありがとうございました。またお疲れ様です。